新コーナーの始まりとなります。題して皆様の健康を支えてくださっておりますメーカー様へのインタビューコーナー第1回目にふさわしいですね。株式会社自然療法協会様にお越しいただいております。まず代表取締役の山上千鶴子社長にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。でお隣にいらっしゃるのが自然療法協会中医師の先生であります井伊先生でございます。本日はよろしくお願いいたします。こちらが自然療法協会様に作っていただいてますめぐるという商品になります。今日はこちらのめぐるについてお伺いしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。まずこちらの商品の特徴を社長様からお願いいたします。はい、このめぐるっていう商品は血液がめぐる、体の中をめぐるっていうふうな考えなんですが、いわゆるお血っていうものがすごく多くて、いわゆる血の滞り、それによっていろんなことが生じて病気につながるっていうことで、私どもこれを最初に考えた時にはですね、普通の血液サラサラとか頭の中に血流がよくいくだとか、そういうふうなものはすごく世の中にたくさんあるんですけど、これはあの私ども作る時は中国で実際に臨床の中医師の先生たちにお聞きするんですけど、その頃もう何年も前ですけれども、中国でも右翼うつだとか自殺の人が増えてきてて、そういう人たちが結局肩こりとか頭痛とか、ここから上に行くところの流れがすごく悪い人が多いと、ね、それがいわゆる肝うつっていうね、肝、はい、の血流悪くなっていって上に血がいかない、そこのところでもっていわゆるお血が出ている、でそれを良くするとうつっぽいのだとか、それからいろんな更年期障害のうつとか、いろんなうつもありますけど、それも入って全て内臓の流れが良くならないと、肝も腎も全ての血流が良くならないとそこは滞っていくという、そういうふうなことを伺いまして、じゃその肝うつって単純によく肝うつって言うんですけれども、内臓の血流が良くなれば全ての血流が良くなるっていう考え方なんです、うん、ですからそういうことから作ったお血に対する商品で、だけどもそれは簡単に言ったらいろんなとこ巡るわけですから、内臓器それから微小血管にまで及ぶ、うん、なのでこれは例えば足の先から頭の中までの流れを良くしてくれる、例えば下肢静脈瘤だとかそういうものにもいいわけです、頭の中の巡りもいいわけですね。そういうふうなことで全て内臓の流れとそれから微小血管までよく流れるようにしていけば、とりあえず血がよく巡ると、で全てのことが少しずつ解決していってくれるんじゃないかなっていう思いで作りました。目的がね、そういう目的で集めてみたものが、はい、ここにギュッと詰まってる、ギュッと詰まってる、だから血管そのものにも、はい、柔らかくしたりすることもあるし、うん、流れが良くなれば血管も硬くならないで柔らかくなる、うん、それからよくプラークとかいろいろありますよね、静脈瘤とかもそうですけど、凸凹、はい、するっていうのはどこかが引きずれてしまうから、流れが悪くてそこにして引きずれてしまって、はい、変な圧力がいろんなところにかかるから凸凹するわけで、そこがスッと流れていけばその引きずれも良くなっていって、うん、それはどこの臓器も同じなんですね、頭の先から足まで同じなんです、うん、それがどういう症状とか病態整理に及ぶかっていうところで、脳の血管の破裂したりとか血栓が起こったりとか、その心臓のあれもそうですね、心筋梗塞もそうだし、はい、いろんなところに足の色が悪いだとか、うん、全部そこにつながっていくので、そういうので血管だとか、あとは血液足りないところに補強してあげようとか、うん、そういうふうな生薬とか、いろんなそういう原料を使って血管を柔らかくする、中をよく流れさせる、サラサラ流れていくようにする、それから血液を全て栄養をつける意味ですから、血液がいろんな臓器に巡りやすくする、うん、いわゆる補給するっていいますか、補う、はい、そういうふうなものがこうタラッといっぱい入ってますね。タラッといっぱい入ってますね。入ってます。でも全てね、やっぱり血液すごく大事ですから、 そうですね、その血液がどこかで何か起こってるかもしれないっていうことは ね、 誰にでも言えることですから、そうです、ただ見えないだけ で、 そうです、ただまあ症状としては出てたりとか、うん、ヒントを
ていうかね、信号は出してたりとかするじゃないですか。そういう部分を未然にね、信号を察知して改善に向けてほしいわけですけども、そういう時にいろんな方面からサポートしてくれるものがこちらにギュッと入っているっていうような感じですよね。ですから、まあ、ある意味今飲んですぐサラッとなるわけじゃないですか。そうなんですよね。ある程度飲んでいくと、今まで詰まってたものが流れていくし、その土管がこういびつになってたりしてたものがスーッとまっすぐ行くようになってくれるみたいな、そういう風な土管をすぐさま変えれないですから、ただ中の流れが、水の流れが良くなっていくと、たまりもなくなっていきますし、きれいにサラッと内側だけでもきれいになっていけばまず流れます。それで内側がきれいになっていったら、血管そのものに栄養を与えるので、血管も栄養を与えられてまた再生していくわけで、そのためにはやっぱりそんなすぐさまね、効いてるっていうのは分からないかもしれませんけど、ある程度長期に飲んでいただくと、きれいな血管になっていくっていうか、柔らかいような隅々までいけるような細い血管も再生してくれるような、そういうふうな考え方なんですね。ですからちょっと長めに、そうですね、飽きずにやっていただくと、まあそれとね、やっぱり干支って毎日毎日老化してますから、ちょっと飲んでもしかしたらサラサラに綺麗になったかなって思ったとしても、そこでやめたら結局はまた老化とともにね、変わっていってしまいますから、やっぱり細く長く続けるね、なかなかね、食事とかでどうこうしようと思ってもよほど節制しないと、そうですね、なかなかできないので、今の時代ね、力をちょっと借りるとそれがいいんじゃないかなっていうことですね。そうですね、やっぱり少しでも歯止めをかけないといけないというのもありますし、よくあの血液サラサラのお薬とかありますよね。で、サラサラにするっていうのがゴールになってきますけれども、やっぱりそれだけじゃなくて、血管をきれいにお掃除したりとか、血管弾力を柔らかくしたいとか、まあ、いろんな目的を総合的に持たせたようなものですからね。そういった意味でも目的が一つじゃないっていうのが、長い目で見てもすごく役に立つなっていうのは私も感じていて、もちろん飲んでおりますけれども、ありがとうございますありがとうございます。私も飲んでますということで、飲んでる方ばっかりですけれどもこのね、めぐるを使っていろいろなお客様からのお声とかあると思うんですけど、そういったお声をたくさん聞いてる院先生から、そういうのも踏まえて商品のこと、実はこのめぐるに助かられた方はたくさんいます、まず私自身もそうです。実は30代の時からひどい頭痛持ちで、頭痛くなると吐き気もします。仕事のところじゃなくてもう何もできない状態です。でそれでめぐるを、最初はちょっと私は何でも多めですけど、1日15粒飲みました。そうしましたら少し軽くなってきたのは2ヶ月後ですかね。でそれで特にこの商品は末梢血流を改善すごくって、血液脳幹も通れるんですよ、そういった原料いっぱい入ってまして、完全ではないんですけど、今たまに頭痛起きても軽く済んでるんですよ本当に。はい、私自身もこういう風に助かってます。でその他には、まずはこの末梢血流に関しては、まあ、私は生まれは中国すごく寒いところですけど、こんなに暖かいのに霜焼けたまにいらっしゃるんですよ。これいかに末梢血流が悪いんですよね。でそういう方はこのめぐるを使って、まあ、大体1日1人の方は6粒ぐらいです。で大体10日ぐらい過ぎたら感じがいいなっていう方いまして、でまた次にまたさらに使ってまして、結構かゆいんですよ、そのそうですね、はい、はいはい、そうです。ですごく良くなってて、今でも使っている方はいます。でもう一人の方は60代の女性、仕事上ですごくストレス、ひどいストレスで、その方も頭痛、それから血圧も高い、コレステロール値も高いんですね。でそれでやっぱり最初は少量でね、ちょっと試す感じで、この方もまあ大体10日間くらい使ってて、少し楽になってきて、でさらに使っていて、2ヶ月後病院行った時に検査しましたら、血圧もコレステロール値も全部良くなりました。こういう方結構います。でさらに2人ですけど、70代の女性、幻覚、幻
幻聴、うん、外のお庭の草とか虫喋るよね、聞こえるんですよ。でそれで一時的には入院されて、退院した後にやはりこのめぐるをちょっと一日多めに9粒ぐらい使ってまして、2、3週間後にちょっと症状が軽くなりました。20代の女の子、家庭環境でうつになった方もいます。でやはりこのめぐるで大体2、3週間ちょっとあの症状緩和された方もいらっしゃいます。そうですね、様々ですよね、はい、私どもの社員でもやっぱりずっと慢性頭痛の方がいまして、これでもうすっかり良くなっちゃったみたいで、うん、もうずっと欠かさず、うん、もう助かった助かったって言っていて、うん、私も実は下焼けのお客様の記憶がありまして、うん、ゴルフに行きたいから1週間後にこの腫れてるね足を治してくれって言われたんですよ、うんそんなわけにいかないじゃないですか、うん、でもゴルフの靴が履けないからお願いだからどうにかしてくれって言われて、うん、じゃあって言ってとにかく血流を良くしないとなと思ってやっぱり多めに取っていただいて、次お見えになった時にすごく感謝されて、うん、ゴルフも行けたし靴普通に履けてありがとうございましたみたいな、やっぱり私たちってありがとうございましたって言われた時がもう何よりも嬉しくて、仕事冥利につくというか、そういう経験を何回もねさせていただいてる商品の一つでもありますし、だからもう本当によく漢方とかってねありますけど、その医薬品にはなり得ないけれども植物由来のね成分ばっかりこう材料として入れてると思うんですけども、ですから私たちがもともとね食してるものと、うん、ご飯食べる何食べる栄養素を取るみたいな、そういう感覚で取ってもらえるようなものですよね。薬食同源です、うん、まあ、薬食同源でございます。そうですね、本当に食べ物大事、これはもう本当植物を食べてると思う、野菜食べてると思う、そうですね、そうですね、肩こりとか頭痛って割と早く症状改善される、さっき下焼けもねそんなにすごいけど、要するに足の方の血管まで行くので足の静脈瘤とかも結構治ったりすること方も多いんですよね。だから普通のサラサラの飲んでてもそういうところまではですよね、足の先とか意外と行きにくいから。でもこの商品は足の先からね頭の中まで行くので、さっきの脳関門っていうのは人は守られるように、脳は最後の砦ですから生きていくのに、そこに細菌とかいろんなものが入っていかないための脳関門っていうのがあるんです。そこは普通の悪いものは通さない、いいものしか通らないんですけど、この原料の中の糖酸化とかその他のものもそこを通っていくものが多いので、だから頭の中にも入っていけるっていう、すっきりします、記憶力とか、だから慢性頭痛記憶力低下とかすごくいいんです。よく私昔聞いたことあるんですけど、糖酸化っていうのは中国ではもう医薬品として使用されている、半身不随だった人が治っただとか、救急医療で、ね、そうです、使われてる人が国で使われている、そうです、そういうものですね。日本ではねまだ医薬品としては認められてないんですけども、中国ではそうやって多くの方に使われて助けになっているような成分がこういったところに入っているというところで、それだけ聞いてもなんかこうね、ああ飲んどいた方がいいのかななんてどなたでもね飲めますもんね、はい、そうですね、女性でも生理中だけ、まあ、急性出血の時期は少し控えたらいいと思うんですけど、あでもその出血しやすい方とか、うん、そういうのかも全然あまり選ばないんですけど、時計は今やるとか、ね、そうですね、逆に生理痛だとかにすごくこれいいんですね。そうですよね、だから結局血液自体を良くしておくことが大事ですね、いわゆる月経困難症とか、そういう症状を取るのにもこれは随分よくて、助かってるってことですよね、その婦人科系の流れも良くなるっていうので、すごい他の方では、ね、不妊症とかでも使われたりもしてるんですけど、要するにもう内臓を全部流れが良くなるので、一つ一つがそういういろんな目的で使われているものを集合させているので、結果的にそういう助かっているという声がたくさん来るというような、そんな感じですよね。
でもね、それをいいっていう方の声をもとにまたたくさんの方の助けになってもらえればいいなっていうふうにはね、考えてはねいますけれども、またこれからもね、一緒に啓蒙活動というか、その良さをね、皆様に伝えていけるように、はい、私どもも同じようにこう続けて頑張っていきたいなっていうふうに思いますので、皆さんちょっとした不調の時からこういうものを始められて、体をね変えていく一歩になったらいいなというふうに思ってますので、何かあったらいつでもご相談いただきまして、下の概要欄からご相談いただければと思います。ということで、今日は自然療法協会様の代表取締役山上千鶴子社長様と獣医師の林先生にお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。